平串殿中、平串伝中は、日本の彫刻家。本名は、平串久太郎。旧姓は田中。茨島栄養市民、福山島栄養市民、小平市栄養市民。男性長寿日本一の人物。岡山県四木郡西高原村の田中家に生まれる。1882年に、広島県沼熊郡今津村の平串家の養子になったが、 大阪時代までは旧姓を通称に用いていた。1893年に大阪の人形師中谷翔子に弟子入りし、木彫りの修行を行う。1937年、帝国芸術院会員となった。1944年7月1日提出議芸員。同年、東京美術学校の教授に招聘され、第二次世界大戦後も教壇に立つ。明治末期から、 大正初期にかけて東京芸大の基礎となる東京美術学校を創立した岡倉天心に指示した東京芸大校内の路1958年筆成の大作鏡地氏を戦中のブランクを経て20年をかけて完成するモデルの六代目小野菊五郎はすでに個人となっていた1962年文化勲章受賞1965年 東京芸大名誉教授となった。1972年、田中の出身地である、茨城が主催し、平市伝中賞を設けた。100歳を超え町名であったが、死の直前まで創作を続けたという。没後、田中のアトリエには30年以上続けて、制作できるだけの彫刻用の材木があった。この材木を利用して、茨城の田中美術館に、上野桜木町のアトリエが再現された。 田中は1979年、東京都小平市の自宅で108歳の長寿で大往生した。工事園に乗っている実在の人物の中では最も著名な人物でもあり、死去時点では男性長寿日本一だった。福山駅南口前の伊浦町人像、戦争時雷門の天竜伝中は、写実的な作風で、高村幸運、小木原六山、 朝倉文夫などと並び近代日本を代表する彫刻家の一人である。代表作は、国立劇場のロビーにある、鏡寺子や、宇先生、天章、五浦超人など。また、田中五六と呼ばれる名言も多く残している。田中の出身地の茨城に、茨城立、田中美術館、また、晩年を過ごした小平市には、小平市、平市電柱彫刻美術館があり。 作品を公開している。また JR 福山駅南口にあり、待ち合わせなどに使われる、五浦超人は、同名の貴重像を制作するための石膏原型より、鋳造され、作者本人により寄贈された作品である。明治から昭和戦前期にキャリアを始めた、木彫家の多くが、江戸時代までの時期彫りではなく、修正可能な湯戸で構想を練りながら、原型を作り、 石膏で型取りして、そこからさらに星取り法で木彫りに移すという方法で制作した。そのため、この超人像はレプリカではなく、作者の選択した制作方法による作品である。東京都台東区の戦争時の雷門の背面には、彫刻家、菅原康夫による天竜金竜像が設置されている。1978年に松下グループ有志により寄進されたもの。 開くし電中は監修と大学の書を記号している。不老六十七十は花垂れ小僧男盛りは百から、百からわしもこれからこれからとは田中がたびたび記号していた書。よく記号していた言葉今やらねばいつできるわしがやらねば、垂れがやると同様、ザウの名と言えようか。不老の言葉を知った、横溝聖子は、田中さんには及びもないが、せめて成田やクリスキと呼んだ。 アガサクリスティは82歳、横溝は78歳で最後の長編を観光しており、当時の小説家としては記録的な顕筆ぶりであった。ありがとうございます。